はい、こんにちは、ポップです。FX チャンネル5月24日月曜日、今回から動画の構成を変えまして、この動画では新興国通貨3ペア3通貨の解説を始めていきます。先にアップしました動画に関しては、先進国通貨のクロス円とドルストレート、えー、合わせて、ね、7つの通貨ペアを解説しておりますが、えー、今回はね、えーまあ 新興国通貨の、ね、解説をしてほしいという、ね、声が多かったので、新興国通貨、えー、順番はいつも通りの、えー、メキシコペソ、南アフリカランド、そしてトルコリラですね、この順番で解説を始めていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。えー、そして全体の相場感につきましては、先にアップしている動画で、ね、先進国通貨の方で解説をしておりますので、そちらをご覧いただければと思います。 それではこの動画では早速ではございますがメキシコペソ園の15分足こちら1日の時間軸のチャートから見ていきましょうそこまで大きな動きがない新興国通貨でございますがこちら本日のオープンに関しては5.45付近からスタート日経平均が上昇しました少しで反発したというところがありましたので5.47ぐらいまで上がって20ピプスぐらいの上昇が見られたんですが このあたりね、東京マーケットの5番あたりから徐々に戻してきておりまして、結局20ピプス上げて10ピプス落ちるということで、まあ、そこまでね、大きな動きをしていないんですが、上値の方はね、じりじりとメキシコペソは重くなっている形でございます。そしてもう少しね、見やすくしたものが60分足。こちらが1週間の時間軸でございます。 先週のね、これは月曜日あたりに5.5円をね、上回って、高いところでは5.525まで上がりましてね、まあ、このまま上がっていってしまうのかというところでね、非常に強いメキシコペストでございましたが、実はね、それ以降、下落トレンドに入っておりまして、一旦ね、5.5円、せっかく上回ったところなんですが、すぐさまね、こちら割り込んでしまいますと、移動平均線24が下げてきておりますが、その付近でね、まあ、 緩やかではございますが、レジスタンスを食らいながら、じりじり、じりじり下げまして、最終的にはね、この今、5.457ということで、下落トレンドが継続しているというところでございます。 今のところ5.45でね、サポート入っている状況でございますが、まあ、こちらの方ね、破ってくれば少しロングのポイントに近づくんじゃないかというところなので、まあ、ま,あまだまだね、ロングは取れる状況ではございませんが、しっかりとね、ロングを持つ準備はしておくというところからね、今後もチャートを見ていただく必要があろうかと思います。 えそして4時間足ですね、えー、こちらご覧いただきますと、こちらもね、上根が重いということで、先ほどね、5.5を超えたところ、えー、見ていただきましたが、その前にもね、えー、上根つけておりまして、まあ、結局、えー、不格好ではございますが、5.525あたりで上髭と、えーえー、明確にね、レジスタンスを食らっているということで、まあ、形悪いんですが、 こちららはダブルトトップをつけながら今下落トレンド、そして、4時間足ベースの移動平均線が5.4ぐらいから、ね、上昇トレンドが続いてきたところがこの5.525のダブルトップから今下落入っておりますのでこの5.45ですね、過去にレジスタンスラインとかサポートラインとして機能しておりましたがここを破っていただきますと案外5.4円ぐらいまでは真空地帯がありますのでストンと落ちる可能性は十分にありうるかなというところでございます。 ございますえー、ただこの5.4円で、えーまあ、ロングを組めばいいかというところなんですがこれは冷やしチャートを使ってロングポイントを、ねえー、復習していきたいと思います。 はいこちら5.45のところで今、サポートが入っておりまして、過去見ていただきますとね、5.45でかなり、ね、レジスタンスを受けていたので、まあ、比較的硬いサポートになっている状況でございます。その下の5.4ですね、これも過去のレンジ相場、1ヶ月以上で、ね、続いておりましたが、ここで明確にサポートを受けておりましたので、この5.45と5.4というのは、非常に硬、ね、いサポートラインになっているという形でございます。 ただ逆を言えば、ですねこういった硬いところが割り込んでしまった場合は、今までの、ね、ロング勢がかなり厳しくなってきまして、まあ、下落トレンドが明確になるということ、そして5.4を、ね、割り込んでいきますと、5.35とか5.3で、ね、サポートライン出てくるんですが、ここはやはり過去にもお話したことがあります、5.3円までしっかりと待っていただく相場であると考えております。 これからね、5.45と5.4、そして5.35というのはね、まだサポートライン入っておりませんが、過去のレジスタンスラインが1本入っているところ、まあ、案外ね、ここのところは破れる可能性がありますが、この5.3というのは、過去のレジスタンスラインが1本。 1回、2回、3回とね、明確に入っておりますので、まあ、こういったところ、5.3円であれば、えー、ロングを取ってもいいかなと。まあ、ここぐらいから全力ではなくてね、えー、まあ、徐々に買っていくというところでございますので、えー、関門がね、今の5.45がありますが、5.4を抜けてきますとなかなか難しいんですが、抜けた場合は、ストンとね、今までのサポートが硬かった分落ちてくるケースありますので、まあ、ここは5.3円で待つ、えー、このような相場を準備するというところでよろしいかと思いますので、えー、皆さんもね、自分の相場感 あるとは思いますが一つの意見ととししてて参考にいいただければと思います、はい、えー、以上でね、メキシコペソ園の解説を終わりまして、続いて、南アフリカランド園の解説に入っていきましょう。はい、えー、こちら、南アフリカランド園の15分足、右側のチャートから見ていきましょう。 メキシコペソに比べましてねランドの方は非常に強い動きをしておりましてき、まあ、今日だけで見ましてもねほぼほぼ下げていないというところになります。 今日のスタートはね、えー、この7.8ぐらいでスタートしたんですが、まあ、スプレッドの関係で、ね、下がっているように見えますが、結局は7.8円ぐらいをうろうろしている状況。一回ね、えー、東京マーケット終わるところで少しね下がるところがあったんですが、欧州勢の参戦で、えー、またもやね上方向に戻ってきてしまうということで、今は7.8円あたりをうろうろしている形でございます。 これを1週間単位の60分足でご覧いただきますと、まあ、1週間の時間軸を見ても高値圏かなということで、まあ、まだここのたりで、ね、ロングを組むことはできないかなというところでございますので、まあ、下,に待つの下に落ちるのを待つばかりというところでございますね。ね そして、この7.8円のちょっと下でね、サポートが入るところがね、このあたりレジスタンスを7.785ぐらいですかね、こういったところで1回、2回、3回とレジスタンスがありますので、まあ、どうしてもこのあたりでもサポートが入りやすくなってしまうかなというところでございますので、まあ、かなりロングのポイントとは離れているんですが、なかなか落ちにくい、そして移動平均線もね、まだ右肩上がりというところでございますので、このあたりは気長に待つしかないかなという考えでございます。 進みまして、えー、4時間してですね、えー、こちらが約1ヶ月間の時間軸でございます。えー、完全にね、えー、レンジ相場が今7.7から7.8というところでね、まあ、ここを超えるところもありますが、まあ、大きく分ければね、えー、ここ2週間ぐらいは7.7から7.8のレンジ相場が継続しているというところでございます。 その前はね、7.5円から7.6円ということで、案外7.6から7.7というのは、スルーと上がってきました。まあ、この前もね、一回上がったところがありますが、まあ、 結構ね真空地帯といえば真空地帯で、まあ、スルスルッと上がることイコール落ちるときもストンと落ちるというポイントでございますので、まあ、このところはね、えー、しっかりと7.7割り込んでしまったら案外ね、えー、スルッと落ちてしまう可能性がありますので、まあ、こういったところで7.7でロングを組む必要は全くないかなというところでございます。 7.6円、過去のレンジ相場の上限でございますが、まあ、ここで取るよりも、今回の、ね、ロングポイントに関しては、今、7.5円、これ、週末スペシャルでもお話しましたが、7.5円をしっかりと待ちたいと考えておりますので、まだまだ300ピプス上に位置しておりますが、7.5円まで少しね、えー、気なにり待っていただくというところを考えております。冷やしチャートを見ていきましょう。 はい、えー、7.5円ね、えー、見ていただきますと、えー、過去のねサポートラインが1ヶ月超にわたって、ですね、えー、こちらが、えー、サポートが入っていたという,と,いうところでございます。まあ、その上の7.6のレジスタンスとかね7.7、えー、のサポートというところがありまして、なかなかね、えー、関門が今7.8円でございますが0.1円刻みで7.7、7.6、7.5とねサポートラインがありますので、まあ、300ピプス落ちるの時間がかかるかもしれませんが、過去ね見ていただきますと、えー、こういって今年の初めでしょうか。 かね、一気に400ピップスぐらい、7.1から6.7ぐらいまで落ちてるシーンもありますのでね、まあ、そういったところを考えますと、このような上っているところでも案外新興国通貨崩れれば早いかなと、そしてここも、ね、7.3から7.0まで落ちてる、300ピップス落ちているところが、今年の2月から3月の上旬にかけてね、ありましたので、まあ、そういったところを考えますとね、300ピップス落ちるというのは案外条件が揃えば、ね、早いかもというところでございます。ということで、7.5円、ここまでま とということで、まあ、その前はね7.3円というね、えー、高望みをしていたんですが、ちょっと現実的に500ピプスは難しいかなと思いますので、まあ、7.5円、ちょっと上方向に引き上げさせていただきましたが、今はこのボリンジャーバンド2シグマね冷やしベース、えー、ここのあたりの7.5円ぐらいまで、えー、落ちたところでねロングを仕込んでいくというところで、ねえー、考えておりますので、えー、皆さんも一つの意見として参考にしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 はいえー、以上でね、南アフリカランド円の解説を終わりまして、最後に、えー、これはさえないトルコリラ円を、ね、見て終わりにしていきましょう。はいえー、トルコリラの方は、えー、ちょっとね、反発しているようにも見えるんですけど、相変わらず13円の下側ということで、13円を下回っている以上、弱気相場が続いているというところでございます。 これもスプレッドの関係で下がっているようには見えますが、実際、ね、そこまで下がっておりませんので、見ていただきますと、このあたりね、ね今日のオープンに関しては、12.95のちょっと下あたりからスタート。 じりじりと下げていたんですが、こちらもね、えー、東京マーケット終わるところから一旦ね、反発していますが、まあえー、金曜日の高値には追いついていないということで、あまり、えー、このメモリを見ていただきますと、そんなに大きくなくて、金曜日の、えー、12.975、ここからね、えー、12.875ということでね、まあえー、10ピップスぐらいしか動いていない相場でございます。そして1週間の時間軸の60分足で、ねえー、ご覧いただきますと、 13円上回ったところまでは調子が良かったんですがね、このその後またね13円、ちょっとサポートがあったんですが、割り込んでしまって、このサポートがレジスタンスとして機能してしまって、まだまだね移動平均線を明確に超えきれていないということで、この12.90のこの下ヒゲの辺ですね、ここ、割り込んでしまいますと、まだまだ下方向に掘る可能性が高いということで、まあ、13円を超えなければねロングは取れないような状況でございます。 そして、えー、こちら4時間足に切り替えていきましても移動平均線もまだまだこれからね右下下がり、えー、ことごとくねまあ13円回復したところもあったんですがそこ割り込んでからまたね13円でレジスタンス、蓋をされてしまったそうこうしている間に移動平均線24も上から襲いかかるということで、まあ、このようにね移動平均線の下側にあるところは移動平均線のレジスタンスを受けやすいというところでございますのでここではロングが取れなくてロングを取るのはまあ13円を 超えててからといいう形になってしまいます逆に今はね13円以下であれば大きくストンと落ちるタイミングを待っておりまして最終的にはこれは、ね、冷やしを見ていただきたいと思います。 冷やしの方見ていただきますとね、えー、こちら13円の上にね上がってからは上昇トレンドでね、まあ15円超えるところもありました。そして15円ね、再度チャレンジしたところで、えー、これはね、エルドアン大統領の、えー、中央銀行総裁の口舌によってね、200ピプスストーンと落ちました。まあトルコリラね、たまにこういったことがあるんですが、それからというものの移動平均線が下げておりまして、明確に冷やしベースの移動平均線24、反発してもね、その下側でレジスタンスを 食らってまあ13円ね割り込んでも案外耐えているんですがまあこれはね壮大な三角フラッグまあ上根の方ねの、えー、つけていただきますと、まあ、こんな感じでしょうかねこういった形で上根が押さえつけられていますので、まあ、13円割り込んでる以上、えー、一気にね下方向に落ちてもおかしくないというところでございますこれは史上最安値がね20、えー、12円ぐらいでありますので、えー、この12円ね、えー、一気に 史上最安値付近になってしまいましたら、これはロンガーの方々が投げるというのもありますので、これからはね、やっぱり13円超えなければ、かなりストンと落ちる可能性が高いというところがありますのでね、ここは今はロングは見送りながら、しっかりと12円までの間にね、ストンと落ちて、一旦ね、4時間足ベースぐらいで反発が入るまでは下げてもロングは取ってはいけないかなと思います。逆にこのね、冷やしベースで移動平均線を上抜けるような。 えー、上抜けるような上昇があって、その移動平均線および13円の上側で陰線から要線というサポートがあれば、移動平均線の上側に乗っかってきますのでね、また上昇トレンドをつかむケースはあるかもしれませんが、今、この、えー、13円を、ね、割り込んでいる以上、大きく下がって、えー、反発が入るまではロングは取ってはいけない相場かなと考えておりますので、えー、このあたりは、ね、安値付近だからといって安易なロングをしてしまいますと、一気に、ね、下方向に市場や最安値アタックでやられてしまう可能性 可能性があるとでトルコリラショックエルドアン大統領の中央銀行総裁の鋼鉄のねこういったニュースのように一気にね下がってしまう可能性もありますので安易なロングは避けていただくこれを考えていただければと思いますのでよろしくお願いいたしますはい、えー、それではね新興国通貨、えー、まあご希望でね、えー、あった方もいらっしゃると思いますが、えー、今回から復活していきますのでまあ、同じことのね繰り返しになってしまうかもしれませんがまあ参考のためにねご覧いただきたい方は、えー、見ていただければありがたく思います あとね、えー、今日も週始めでございますが、21位から YouTube ライブやっていきますので、これもね、新広告通貨の解説、あと、えー、ご質問もね、受け付けておりますので、お時間ある方はご覧いただければと思います。えー、それでは今週もね、1週間始まりますが、えー、お仕事もトレードも頑張っていきましょう。そして、えー、お時間ある方21位の YouTube ライブでお会いしましょう。バイバイ。